今夜あなたの大事なものをいただきに参ります。女怪盗ミストレス C。 眠りが浅かった。いいえ、最初から寝たふりをしていたのね。やるじゃない。この私を罠にはめて待ち受けるなんてね。さすがはマスターだわ。そういえばそうね。そう、肝心なところが伝わっていないのね。それは予想もしない、イノセント&ピュアだけど、それも楽しいバレンタインズナイト。それならそれで別にいいわ。怪盗は怪盗の仕事をするだけよ。何かを盗みに来たのではなくてという顔ね。いいのよ、これはそのために必要なもの。怪盗七つ道具の一つとでも思っておきなさい。このミストレス C が盗みのために使うものは、実際のところは七つじゃ足りないけれどね。金、微笑み、嫉妬、情熱、技術、秘密、執心、時間、恐怖、快楽、そして愛。欲しいと思ったものを得るために必要な全て、それらを惜しみなく使うのが怪盗よ。でもそれでは手に入らないと分かってしまったらどうすべきなのかしらね。それができないのが私というものなのよ。永遠の若さと血のように、欲しいものは欲しいと思ってしまうの。ああ、一応言っておくけれど、伯爵夫人なのだから、もちろん私にも夫はいたわ。愛してもいたわ。でもそれはそれ、これはこれ、いい女は貪欲なものなのよ。あなたのものも他の誰かのものも、気づけば手を伸ばそうとしてしまうの。しかしそうね、こうなると少し手を変えるしかなさそう。今日の回答の時間はここまでにする。ここからはただのカーム。仕事終わりのドライブに行くわよ。付き合いなさいな、マスター。夜だからいいのよ、そこでしか味わえないものがあるの。静かで冷たくて少し怖い、そんな鋼鉄の乙女の歌声を聞かせてあげるわ。怪盗の姿をしていなくても、今の私は魂が怪盗。油断したわね。チョコだけではダメでも、焦ることはないわ。少しずつ少しずつ盗んであげる。そう、私は何でも使うのよ。このシンクの幻想も、綺麗な夜景もね。で、どうして周りの夜景を見ないで挙動不審にこちらを見ているの？心配しないで、事故なんて起こすものですか。せっかく誘ったのだから、ドライブをちゃんと味わってほしいわね。
り何を言うのかしら。ちょっとびっくりしちゃったじゃない。そのつもりだったわよ。まったくもう。いけない。これはいけないわ。ちゃんとしないと。盗むのは私であって。取り返しのつかない、とんでもないもの。盗まれてしまうわけにはいかないというのにね。